塩野義製薬株式会社ケニアの母子支援活動の成果報告会にご来場いただき、誠にありがとうございます。マザー・トゥ・マザー塩野義プロジェクトの活動につきましてご報告をさせていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。当プロジェクトでございますが、実はこちらは弊社の社員が JICA にてケニアでの HIV 陽性者の治療を携わった経験から、子どものためにも最後まで HIV 治療を続けているお母さんを助けたいと、そのような思いから自ら立ち上げたプロジェクトという形になっております。そこでこのマザー・トゥ・マザー塩野義プロジェクトでございますが、社会の持続的な繁栄と基盤となる子どもの健康を願い、お母様と子どもたちを応援するプロジェクトとなっております。具体的には、お母様と子どもたちの健康管理を自律的かつ持続的に行えるコミュニティの実現を目指しております。すなわち医療インフラを整備するだけではなく、いわゆる支援撤退後も医療が継続できるよう、各機能、地域に働きかけ、自立を支援している次第でございます。最初に事業地の課題をご紹介したいと思います。マザー・トゥ・マザー塩野義プロジェクト、ケニア共和国ナロク県のイララマタク地域。こちらですね、タンザニアとの国境近くで行いました。総人口1万人ほどのとても小さなコミュニティです。この地域は開発途上国でよく見られるさまざまな問題を抱えておりますけれども、一つ特徴的なことがあるとすれば、これが遊牧民であるマサイ族を多く住む地域であるということが挙げられます。こちらが事業地の様子です。この左下のこちらの写真ご覧いただけますように、この地域非常に乾燥しております。特に乾季は飲み水を入手することがとても難しくて、こちらの方にありますように、不衛生な水、泥にまみれたような水を使わざるを得ない状況が起こります。この事業を通じまして、外来棟、産科棟、給水施設などを整備いたしまして、母子保健サービスを提供するためのインフラを整えました。また、診療所のスタッフ、村落保健員、マザー・トゥ・マザーグループの母親に対して、母子保健や栄養、衛生に関する研修を行っております。さらに、遠隔地に住む住民に対しては、毎月1回の巡回診療も行いました。そして、保健衛生の改善には水の供給が鍵となりますけれども、この事業を通じて井戸の建設も行いました。こちらはソーラーパワーで小高い丘のこの貯水タンクにポンプアップいたしまして、そこから診療所、給水所、学校等に重力を使って給水をしております。今ご紹介しましたのが本事業で行いましたいわゆるハード支援インフラ整備といったものになりますけれども、この事業のもう一つの大事なコンポーネントはソフトの支援です。こちらにあります母子保健、栄養、水衛生、それぞれの分野において研修やワークショップを重ねました。研修はまず専門性を持った診療所の医療従事者に対して行われ、そこから村落保健員、マザー・トゥ・マザーグループ、そしてコミュニティ内の母親たちへ段階的に知識、情報を伝えていきました。コミュニティの中では、母親たちがこの学んだ知識を日々の生活の中で実践をしていく。実践をしていくことで行動が変わる。行動が変革することでまた知識がさらに定着をしていくという、そして持続性が高まるといったことが見られております。2017年に本プロジェクトの評価をしないかというお話がですね、ワールドビジョン様からケニア拠点の方にありまして、それ以来共同研究として進めさせていただいております。研究目的ですが、マサイ族の人々が住むナロクという地域で、診療所を建設し、井戸を掘り、安全水の供給を行い、栄養衛生教育など母子保健対策を行っているマザー・トゥ・マザー塩野義プロジェクトの介入効果の評価をすることです。方法としましてはですね、エランガッタインテリット地域を介入地域とし、地理的社会人口学的に近い水が出る井戸のあるマジモト地域をですね、コントロール地域として介入研究を行いました。これは下痢症有病率のデータであります。病院のログブックから急性下痢症の症例を拾い上げました。介入を行ったこのエランガッタ・エンテリット地域と介入を行っていないマジモト地域の介入前2018年、介入後2021年のデータであります。介入を行ったエランガッタ・エンテリットのですね、診療所ではですね、下痢症の有病率が 27.5% から 11.5% に減少しまして、減少率は 58.2% となります。これは非常に優位な減少だと思います。一方、真地元におきましてはですね、真地元診療所を訪れた下痢症の有病率は 13.5% と 10.5% で、その減少率は 22.2% ということであります。で、井戸を掘り、水衛生環境整備などを行ってですね、この介入を行った結果、エランガッタ・エンテリット地域ではですね、下痢症の有病率が 58% 減少し、介入の効果が十分に見られたというデータであります。これは5歳未満児の栄養状態を見たものですが、低体重児、発育障害児、衰弱児、急性栄養失調リスク時に分けてみたものです。で、エランガッタ・エンテリット地域の方はですね、町本地域に比べまして栄養状態が悪いということがよく分かります。そして、介入後には確かに減少はしていると。もちろん町本においてはですね、それより低いんだけども、これも介入すると減少しているということが分かります。私からはこれまでのプロジェクトを通じて学んだこと、それから現地を行って分かったことを中心に2点お話しさせていただきます。まず1つ目ですが、イララマタク地域の医療サービスを受けられたお母さんたちは、施設での出産は安全で回復が早く、施設分娩を利用する人が増えていると聞いております。こうした医療サービスを受けて初めてその重要性が分かるといったお母さんたちのこの実体験こそが、コミュニティの人々の医療の大切さを後押しする原動力になっているということを学びました。また、この活動を通じてお母さんたちのその潜在的なニーズが顕在化することにつながっているということが見えたことも非常に重要なポイントだったと思います。現地の方々の生活様式やニーズを正確に捉えるということが何より重要だと感じております。例えばこの写真のように、診療所に設置された雨水タンクには鍵がかけられております。これは地域の住民がこの水を使用してしまうと、診療所に必要な水が届かなくなるため、このように管理しているとお聞きしました。このように水を管理しなければならないといった事実を知ったときは正直驚きました。また、ケニア政府が医療 ICT を進める中、遠隔診療を導入している診療所を見学しましたが、実際そこでは電気の供給が止まっており、機材も使われず、そのまま放置されたままでした。また、カルテもこのように保存されております。こういった一つ一つが日本ではなかなか理解しにくい環境ですけれども、現地を直接見て学ぶ、我々も知らないことを知る、そういった行動が医療の課題解決には必要な行動であると学びました。今後もこの学びを生かしながら取り組んでいきたいと思います。プロジェクトの名前通りなんですが、マザー・トゥ・マザープロジェクトということで、その現地で実際に知識を習得して実体験をされたお母様から他のお母様にどんどん輪を広げていく。そしてさらに養蜂などの新たな収入を得るためのそういう方法についての教育なども現地で今やっていただくことによって、本当に実装をする。実装できるという、そういう環境を本当に整えていただくことができたというふうに考えております。また、実際に政府などのサポートであるとか、コミュニティにおいて本当に良いことが起きているということを感じていただくためには、やはり成果の可視化と検証というものが非常に重要になってまいります。そこに関しましては、長崎大熱帯検討にお願いさせていただくことによりまして、こういうケニアなどでは実はまだまだ疫学的調査というのは非常に難しい環境ではございますが、疫学調査を行うことができまして、具体的に何が改善したかというようなことを現地の方々、あるいは政府に対しても示すことができたということがございまして、でそれがさらにインセンティブにつながったという、非常に素晴らしい負のサイクルではなくて完全に正のサイクルの方に完全に持っていくことができたというふうに考えております。第1期のところで一ノ瀬先生のお話にもございましたように、やはり水の問題でありますとか、あるいは電気が非常に不安定であると、そういう課題がはっきり見えてまいりましたので、電気に関しましてはパナソニック様と共同させていただくことがもう確定しておりまして、で最終的にはこれまでの課題もに含めまして、やはり子どもの下痢症の低減、ここに非常に大きなポイントを置いて前に進めていきたいというふうに考えております。で弊社は最初田中のスライドでもございましたが、今後やはり感染症領域に注力していこうと考えておりますし、多剤耐性菌感染症治療薬につきましては、やはりロートゥミドルインカムカントリーに対する供給アクセスをどのようにしていくかということも今考えつつ、ガード PA あるいは CHAI というようなNGO の方々とのコラボレーションを現在進めようとしております。ただその際におきましても、実は一番右端にありますヘルスケアシステムを強化する、今回の活動になるわけですが、やはり衛生環境を整える、これがやはり完全にベースとして、実はその上の3つを支えるような活動にやはりなってまいりますので、そういう観点からはやはりケニアにとどまらず、最終的にはその感染症治療薬を進めていく中で、その基盤となる部分についても他の企業様、NGO 様、あるいはアカデミアなどとやはりコラボレーションを進めることによって一歩一歩進めていくことができればというふうに考えております。今後とも皆様の温かいご支援をいただければというふうに考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。